佐藤知事は今日の会見で来月開会予定の県議会に101億円余りの補正予算案を提案する方針を明らかにしました大規模災害に備えた防災対策の強化ということでありますけれども避難所の衛生確保のための備蓄基準を見直しましてこの中には能登半島地震での課題を受けた防災対策の強化が盛り込まれています具体的には 避難所の衛生確保に向けてこれまで5200回分用意していた携帯トイレを67万5000回分に拡充する予算案におよそ1億3600万円、また通信障害の発生に備え衛星通信機器を10台導入する予算案に585万円余りを計上し来月開会予定の定例県議会に提案する方針です。